ねえねえねえ、ここにある電話番号なんだろうね。080-7258-7144。これもしかして本当の泉市法書士事務所の電話番号なんじゃそんなはずないだ。ない？ゲームの中で広告として出してるとかじゃない？チラズアートみたいなね。このさ、これを、この、なんだっけ、なんて言うんだっけ、QR コード。おう、やってみる？ちょっと読み取って、でもね、しゃがめしゃない、がめない？しゃがめ。ちょっと。しゃがめたら読み取りまでできまっる。すぐにしてくれるとね、いいんだけど。もうちょい近づいてくれる？あ、こいいこ感じ、いい感じ、いい感じ。あ、こういうこと？あ、そう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 。でもちょっとぼやけてない？ああ、来ないね。じゃあ無い理や、か。急すぎるね、ちょこう？じゃあ。お前こいつ呼吸で揺れてる画面が。ダメだ。いや、そのノリだったのか絶対いいだろう。なんでやんないの？サブモニター。簡単にできるのに。つなぐだけなのにさ。え？金がないからだよ。めっちゃ安いやん。なんでもいいやん、マジで。ゲオとか、ゲオじゃなくてブックオフ、ハードオフに行ってさ。9000円か8000円くらいの中古のなんか買ってくればいいじゃない。9000円もすんの？高いわ。高いのか。え、大使の配信めっちゃいい感じじそう、ゃん。超いい感じ。なんだよ、そう、できてんじゃできてんだけど、ここで、俺が、多分、8番出口を触った途端、どうなるんだ。ちょっと見ててね。見てるよ。どう？よ、消えた？いけてんじゃん。俺動いてる？普通に行けてるっぽいぞ。いや、動いてるよ。来てるよ、来てるよ、来てるよ。え？完璧よ。完璧、完完璧。璧？来てます。マジか。完璧ですよ。マジか。完璧ですよ、これ。お前、すごいわ。な、これ。俺がやりたかったの。ちょっと酒とごま油としよう思ってなるいわ。よ。乾杯。あれ、聞こえる？聞こえる。ちょっとコメントも表示しよでも誰もしてくれないよ。う。俺最近ゲーム散歩で、APEX の UI から学ぶデザインみたいな。ああ、見てない。APEX ってグラフがすごいあるじゃん。何キルまであと何みたいな。とかさ、ミッションみたいなのさ。ゲージがさ、斜めで区切られてるんだよ。先端が。わかる？バーが横に伸びていくんじゃなくて、なんていうの、斜めで切られてるバーなの、先端が。先端だけ細くなってるってこと？クラウドのバスターソードみたいな感じで？そういうこと。その上の文字、キル数とかの数字とかが、より可視化されるみたいな。それだああ、けそで。の、視点誘導的な話ね。多分。視点誘導のっていうか、多分横、本当にすっぱり、ガリガリ君みたいな形のバーだと、多分1とかの数字で被った時にわからないんだと思うんだよ。でも斜めにすることで、すごく見やすくなる、背景が。なるほどね。見やすさね。見やすさ、なんかもう、すごいらしい、とにかく、専門家が言うには。いや、絵とかもそうで、なんか、絶対その、いい絵って、どこから見始めて、どういうルートを目が追ってって、どこまで行くかみたいな、そういうのがちゃんと計算されてて。この画面で言うと、まあ、今時計を左上にあるでしょ？この時計は、いつあるの？そもそも。左上いのや、ある時計でしは。ょ。邪魔じゃない？いや、俺なんかだって、動画とか見てると無さ、駄。今何時だっけって考えるでじゃも、これは多ん。分、俺見た時に、ゲーム内のなんかのタイマーかと思ってしまう可能性もあると思ういや、そし、れはないって。そもそも、スマホの右上に書いてあるんだから、これ絶対必要スないマと思ホう。で見画る角ことをは邪想定魔。してない。パソコンで見たって右下にあるやんけ。それは人によるわ。俺はないもん。それはじゃあ、オナニーデザインだよいやね。いやいやいオナデザ。や。まああとね、可愛いしね。可愛いやん。なんか、
目覚ましテレビみたいなノリでさ絶対いらない。いいな、無駄なデザイン。どれかいるよ、うん、あ、さっきのおっさんよ。俺も行くわ。じゃあちょっとコメントこれ消していいかな。左側通行でご協力ください、うん、でもこの、あ、走れるわ。監視カメラもあるわ、ちゃんと。ヨナゴテンプル。塩が足りなかったかも、はい、いいよ、うん、いいよ、持ってきて塩いいけど俺先進んでるよ、じゃあ、うん、多分森山の方が先進んでんだよな。あ、戻ってきた。はいはい、ループしてるっていうね。じゃあそこですかさず俺はこのループを終わらせるで、あのおじさんは今消えた。わかった。これ空間っていうより時間軸がループしてるっていう感じ。そういうことなんですか。うん、なんか踏んだ踏んだっていうか多分俺今ね、うん、バギバギっと違う俺今ニンニクチューブ絞り出した音だと思うけど、ややこしいからあ、うますぎ。やっぱニンニクで変わるよな、マジで。あ、うますいません。どこ行くんですか。服装から読み解け人物像。まあ結構ラフなクールビズが許される会社なんじゃない。これさ、左側通行にご協力くださいって書いてあるポップがあるじゃん、うんうん、左側通行で走ると何か起きるんじゃない。俺はちょっとそれで行ってみるわ。おじさんブロックできる。お、いや、戻ってください。ブロックというか、あ、ブロックしてる。ループしてることに気づかないんですか。キーバインドの説明がないあたりなんかあるかもしれないな。視野角を変えれるぞ。逆だった。視野角、これ怖いぞ。この距離感怖すぎるぞでもなんかリアルっぽいやん。リアル、めちゃくちゃリアル。なんか人間の距離感やん、それ。こわ、これだいぶ来てますね。あれ、え、なんか変わった。こんなのなかった。本当かな。異変を見つけたらすぐに引き返す。この監視カメラの数とかね、つまり間違いそういう小さいことなんだろうな。だんだんこのおじさんの頭上部がハゲてくそうだね髪の毛が生えてくかもしれない。あ、そっちもあるな。どんどん、うん、よく見とかないと。あと、この、あ、待って、出口0から1になったよ、これ。え、うっそ。うん、さっき0だったらしい。0、0。なんか変わったのかな。左側通行。あ、俺も1になった。1回、1回だね。あれ、こんな広告あったっけ。ドッグサロン、ずい。ドッグサロンはないかも。じゃあ、体重に問題。え、このワンちゃんの犬種は何でしょうか。この写真の、え、ポメラニアンじゃないの。うん、さすがに簡単すぎたか。じゃあこの、うん、デフォルメされてる絵の中央は、うん、コーギー。中央、中央、中央じゃない、違う違う、中央は、あー、なんだっけこいつ。これジョジョのあれだろジョジョの犬でしょ、ね、サンペの犬でしょブルドッグじゃないんだよな。ブルドッグじゃないよ。ブルドッグ番にいるもんな一番右逆にわかる。でもさ、これディズニーかなんか出てきたよねこれ、こいつ。ワンワン物語とかわかんねえ。カートゥーンネットワークで見たんだよな、この犬。大丈夫、キーボードマウスでやってんの。いや、
コントローラーでやってるけど。あ、マジ？配信になさ、乗っちゃうんだよね、なんかチカチャ音がさ。あ、そういうこと？でもそれがあった方がいいっていうのも、ねえ。一定数意見があるっていうね。そうなんだよね。俺はね、嫌なんだよ、それが。いや、俺も嫌で。え？何よ。窓開いた？開いた、開いた。窓じゃない。開いた。え、なんで？俺開いてないよ。もしかしたら猫さんか？え、ゼロになった、ゼロになった。いやいやいや、急に寒気が。ほんと、俺ゼロになったわ。あれ？なんで俺ゼロになった？こっちは開かない。え？お前と俺で何の違いが？待って、ドアが増えてるぞ。うぅ、開いた。ほら、燃えたよ。清掃員詰め所、俺、入るよ。入るの？うん。待って、一瞬入ろうじゃん。待って、俺。待って、待って、待って、やばい。え？え？入ったらなんか俺、戻ってきた。落ちたのかな。待って、左右反転してる。進まないとダメなんだな、多分。待って、今どこだっけ、何階だっけ今。あ、ゼロ、ゼロまで戻ってきた。お互いもうね、もうお互い同じ場所に多分いないと思うので。もうはぐれたよ、次回みたいに。何回行ってもゼロなんだけど。無理無理無理、もう無理だ、もう無理だ。やばいって。え、待って、誰かいる、誰かいる。え、ねえ、なんかいる。二人になってるって。誰なのこれ、マジで。え、あの、なんか科学の教科書みたいな、アリストテレスのなんかマネキン。うわぁ、嘘、見て。森山？え、全然違うんだけど。え、見えないの？あ、バカ野郎。俺なんか、おっさんの後ろに、うん、なんか科学の教科書のさ、あの人体図形みたいな、なんていうの、あの、アリストテレスのさ、透明人間みたいな。わかる？わかんない。中学校の教科書のさ、科学、理科みたいなさ、うんうん、その表紙思い出せよ。あのほら、マネキンみたいなやついたやん。え？マネキンっていうか、あれじゃないの？人体模型のことじゃないの？それ。人体模型じゃないんだってば。全然デイジと俺ルート違うもん。俺なんか、この背景の、このタイル、うんうん、タイルのマネキンみたいな、ターミネーターの、うん、なんだっけ、あの、液体金属のやつ。あいつみたいになってきたんだよ、今こっちに。走ってきたんだよ。で、捕まって俺なんか死んだっぽい。マジで？死んだのか何なのかわかんないけど、なんか、捕まって、うーってされて、終わった。これ絶対進めないやつだよね。進んだら。異変を感じたら、引き返す。多分それ、引き返していいのかもしんない。あ、異変感じたらそっか、引き返せって言ったもんね。うん。でもさ、見つからなかったら引き返さないだから。俺もさ、異変が見つからなくても引き返しちゃってんのよ、無駄に。ほっ、おぉ、また開いた。あ、これ入るべきだった。え、大事は開いたけど、うん、どう開いたけど入らなかった。入んなかった。もう開いた瞬間走って逃げた。あ、じゃあちょっと俺も下がってみるわ。ちょっと、1,2,3 になったらまたゼロに戻ってきたわ。そう、俺もゼロに。いや、入らないと。でも大丈夫、2に戻ってきた。え、待って、何、何の音。夜の子、電気はチカチカ消えてる。マジかよー。なんか全然違うんだけど、ルートが。なんで？これ、
帰ります。異変なのでこれ下がります。3まで来たよ。多分ゼロに行くんだよそれ。おそらく失敗するとゼロに戻るんだろうな多分。これどんどん積み上げて、あり得る8まで行けたら出れるよって。そうかも。8が出口って書いてあるもんね、うん、上の。じゃあ3でドアが開くとか。なんかゼロに行った瞬間リセットされたような音がしてるような気がする。カコンっつって。え、本当？うん、聞こえないけどその音。マリオのあれみたい、クッパ城みたいな。ラストの、あ、わかんない。あ、ゼロ来ちゃった。カコンって言って多分ゼロになると思う。なんかミスったんかな俺。え、なんだか、なんか電気がついたような音するんだよね、たまに。え、なにこれ。え、どうした。え、やば、どうした。もう iPad で見てくれ。マジかよ。なにこれ。どうすんのそれ。いや、わからん、今バサシ食ってる。ね、なんかさ、うん、音するでしょ、このなんかカチャンって言って電気消えるみたいな音。いやーもうなんか気づかなかったね。森山のクリック音とかかなって。え、違う違う、このどうする、このおっさん左手にさ、うん、スマホじゃなくてナイフ。うわー、鳥肌立ったわ。禁煙のポスターがめっちゃ貼られたけど、何だったのあれ。なんだよ。おじさんめっちゃ笑ってた。怖すぎる。もうやだ。なんかいる。見える？今見てるけど。あの後ろにさ、ほら透明人間みたいなやつが。いや、そう、それそいつそいつそいつ。急に叫ばないで。そいつよ。そいつ。そいつが俺追いかけられて、やばな、行ったら追いかけてきて捕まって、うわうわとかやってきて、うんうんうん、オッケーオッケー、今の世界に来たって感じ。なるほどね、分かったぞ、うん、これ前も後ろもなくなってる。もうどっちに行っても前だ。なんかかっこよくねそれ。ええ、やば、え、大使、え、怖っ、どうした、見てこれ、これ見て、うんうん、ポスターがほら、ああ、急に変わってた。戻れ戻れ、おじさん来る前に。おじさんもう横にいるよ。でもなんだあれ、あのポスター見てないでしょ。大樹初めて見た今。防犯カメラ作動中のとこの、ん、違うか、ムーブフェイスのポスター。うわっ、ごめん、もう死んだ多分。ブリブリブリ。あ、それ多分電気消えるやつでしょ。え、俺でもそこまで行かなかったから。あ、俺ちょっと電気消えかけくらいで戻ったから。あ、戻れば大丈夫っぽいぞ多分それ。多分おそらくこれは間違い探してるんだ。もう5まで来ちゃったよ。いやー俺ね、ちょっと言っていい、うん、この8歯科医院ってあるやん、うん、これ多分休みの日付が変わるとかありえるぜ。そんなん無理だって。あるぞ、この時給も変わるかもしれないから。あれだけパート西田も3番以上の数字を見てないな。出口、え、また変わってる、全部同じポスターになってる。よく変わらないやつ。メイクアップだけになってる。
きたがります。あ、俺もう6来ちゃったよ。ここ安全地帯だと思わせようとしてるこいつら。あ、ありえる。一応止まった方がいいな。おっさん笑ってないな俺は。いやー、あれ恐怖だったね。異変が見つからなかったら引き返さないってことはやっぱ前しかない。前しかない。うん。目のポスターが動いた。え？俺もこれ出れるかも。え、なんでだよ。え、展示ブロックこんなないよね。防犯カメラのとこ、こんな展示ブロックじゃないよね。え？え、ありえないよねこの展示ブロック。どういうこと？おー、ちょっとこれ違うよね。違う違う、ないよね。ないない。ちょっと下がるわ。じゃあこれ異変だ。あんな展示ブロック意味はなしてないもんな。異変がないなら引き返すな。ゼロになっちゃうぞ。あ、お前4になった今。今4になった。4になった。うん。初4だわ、多分これ。マジか。うん。慎重にな。変わってないな、休みも時給も犬も。おじさん見ろ、おじさん。これ引き返しなめってこと？ここいや、どの程度歩いたらっていうのかな。多分おじさんより向こう側に、おじさんを追い越したら戻ったことにカウントされるんじゃないかな。今ね、このゼロを、あ、またゼロになっちゃった。まあ、ちゃんと見てないからずっと俺延々にやってるってことか。でも出てきてる異変が全部違うんだよね俺は。え、ゼロの次またゼロだ俺。え、あれカチャンって言うんだよね、うん、なんかスタートしましたよなのか間違えましたよなのか、うん、わかんないけど。おら、また音が鳴った。また音が鳴った今。これ何なんだよって感じなんだよ俺の中で。そこで鳴るんだ。あ、待って、何、引き返せ引き返せ引き返せって書いてある。引き返せ、え、引き返せ。この音がずっとあれだったのか。あれ答え？なんだ。おう、3になった。そっか、裏も見ないとなのか。笑ってない、うん。あ、5だ。いいね。お、あ、カチャンは多分正解じゃない？うんうんうん、Maybe。レイジュ何番今？いや、ずっと止まってるけど、7で止まってるよ。なんだと。最後は一緒に脱出したいじゃん。最後なの？え、ゼロになった。なんでだよ。なんなんだ。あ、またカチャン言うた。止まったからかな。いや、俺も止まってるよ、めっちゃ。え、マジ？え？え？なんか、え？戻れ戻れ戻れ。違うね、これ。戻れ。これ違うよね。違う違う違う。違うよね。か。お、1になった。ドアが縮んでるとか。ムズスキルだろそれ。あのドアの名前とか見た？結構変わる？わかんない。てか最初からドア3つあったっけって感じだったけどね俺。走れ走れ戻れ戻れ戻れ走れ。おおおおお、びっくりした。びっくりした。これ一番やめてほしいな。これ一番やだ。
慎重に。その目がね、動くんよ。え？この目、うん、防犯カメラの目が。あ、それ気づいてないかも。それね、やっぱ左側通行してないと分かんないことだ。ああ、お、サンタ、でも。大丈夫だ。何も異変がないから、次じゃあ4かもしれんな。あ、4だ。うん。やっぱ異変を見つけないとゼロになるんやな。いや、異変がなかったら、進まなきゃいけない。あ、進んでいいのか、うん。異変があって逆らないと、ゼロになる。てか、進めないんだろうな、きっと。じゃあ次行こうかな。なんでゼロなの？もう呪われてんだな、多分もう。あ、動いてる！動いた！戻れ戻れ。でもさ、それ、異変に、その、まあ、なんか違うんで、やっぱ戻らないと進まないんだよ。異変によって死に方も変わるんでしょ、多分。変わると思う。それ、気になるな。え、ゼロだ。なんかあったんか、今。あったんだな。なんかあったのに、死なずに進めてるってのも。すでに死んでいる。ああ結構あからさまな変化で教えて。え、見てる見てる見てる、やばいんじゃないの、俺のこと見てる。引き返せ引き返せ。追い越されてたらやばかったかも。そういうこと。あ、でも正解なのかな。赤ちゃんつったな今。これ、おっさんとおっさんを引き合わせたらどうなんだろう。ジョジョみたいに、大消滅すんのかな。読んだ。で、これ多分、何も異変がなければ、次5なんだよ。うん、じゃあ、もうカチャンガだったら、もう引き返せばいいじゃん。え？そういうことじゃないの。え？なんでこのカチャン言うた、これカチャンが始まったら多分こっからなんかちょっとあるんだよ。もう一回一回俺の画面見ろ。もう分かった。ガストの間違い探しするとは思った。これ何もしてなくてもカチャンと言ってるわ。え人が増えてるとかないよな。死亡処置初回無料じゃないかもしれなくなってるわ、ね、頭金5万だな。大丈夫だな。10月10日だったか、本当に。行くわ。それ行くの？行っちゃう？向こうで待ってるぜ。はっ、くっ。8だ。え？ 8 だよ。俺もう終わってんじゃない、またさ、ほんとに。死んで自爆霊になって、もう一生ここから出られないみたいになってるかもしれない。うんうん、そんな、もう一回買い直さないといけないみたいな。大丈夫だよな。おっさんに気をつけろ。ん？やっぱドアが2つになってる。あ、変わってる？ 2 個と3個でもしかして。はぁ。やっぱりそうだった。あぶねえ。すまん、森山。俺、お前のこと忘れねえから。記憶の中で、
出口だ。でも待って、これも変化じゃねえかよ。ちょっと見て。大丈夫、それ YouTube でも見てたけど、スマホでおしっこしたから、うんうん、なんかカチャンって言ってるよ、大丈夫の画面も。あ、そう、多分、うん、スマホから聞こえるんだよね、うん、それそれ森山の耳の中で鳴ってる音。違うよ。で、大事、それも変化だって、うん、どう思う？いやー、でも8だろ、8が出口なんだろ、うん、このこれが言うには、うん、えっ、おっさんが立ち止まってる。俺、えおっさんが立ち止まってる。え、戻ります。いや、そこおっさん立ち止まる場所だから。え、そうなの、うん、俺初めて見てる。あ、マジで。おっさんね、うん、そこで自動的に立ち止まるんよ。え、そうなの。またゼロや。え、音がすごい。なに、おお、水来た水来た、すげえ、めっちゃ水来た。すごい、ずっと生きてる。あ、収まった。すごい。え、見て、換気扇。全然違う。これ何が出てくんの、それ。え、どうなんの。おじさん吸い込まれるとか。何も来ないよ。デスストランディングみたい。いや、もう戻れ。うわ、オッケー。明らかになんかおかしい。あ、水。2度。水やばいね。水怖。待って、監視カメラ。ついてる。ライトついてる。なんか急激に変化が来てる、俺。あ、もしかして、うん、戻るじゃん、うん、戻ってる。ここは左なんじゃないのか。左？ここは左なんだよ、多分。なるほどね、もうその俺ずっとこっち行ってたもん、時点でね、うん、そう、その時点で右になってるんだよ、戻ってる時に。右側通行してるんだよ、俺多分。あ、もうそれ、だからダメなんだ、きっと。それがもう右だって。それ右だって。え、これ異変ってことじゃ、今の。いや、だから今右側通行しちゃってるっていうこと。あ、待って、2個になったドア。おお、これ下がる。お、4になった、うんうん、じゃあ、だから常に一定のここを走らないとダメなのと思う、常に。そう。え、こんな青あった？青い点々。あった。あった？オッケー。これは何もないか？もないな。とか後ろも？ないな。後ろ振り見たらおっさんがこっち見てたら怖いな。あ、5だよ。いいんじゃない？え？あ、おっさんいる。禁煙？木、土、日？1000円？ブレブル？うわ、怖え。大丈夫そうだね。なんもなさそうだな、今のは。あ、また5だ、また5だ。また 5？あ、違う、僕だ。よかった。やっぱ、通行は多分、守らないとなんで、同じとこ歩かないとなんだよ。常に。
ここだよ、注意だよ。OK？ 俺ら1000円だけ注目してるけどさ、1日3時間じゃない可能性もあるから。それは怖すぎるな。勝手に増えてる可能性あるよ、労働時間。ないか。ないか。2回連続変化なし？本当にないか。おっさん笑ってたとこないよな。いやでも今んとこ、え、待って、やだ、ゼロだ。マジか。辛いねそれ。マジ？あ、出た、そいつら。二人だ、二人だ。戻ります。なんだあいつらマジで。すぐ3になった。え、ライン超えるな。ライン、うん、ライン。超えない、超えない。いや、それ、ダメだって。え？なんで、なんで？それ右側通行やん。え、どこでラインとかがあるってこと？ここでじゃあ、ここに目の前、またけばいいってこと？うん。またいた瞬間、カチャン釣った。4、うん、5になれ、5だからか、からかな。やっぱそのまたぐっていうのはやっぱ左側を守らん。え、早い早い早い、あ、もう戻れ、もう戻れ、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 ね、左行けばいいんだよ。いや、それはいい、ね、それはもうそのまま戻れ、そのままここでで左行けばいい、左戻って行くよ。そう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 。待って、落ち着け落ち着け。オッケーオッケーオッケー。おっさん笑ってないね。大丈夫大丈夫。大丈夫だね。え？ゼロじゃね？ゼロだ。なんで？え、笑ってね、笑ってね、笑ってる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 。で、ここは左に行って、左行って、おっさんの笑いをずっと見逃したのかもしれん。日常すぎて気づかなかった、その笑顔の尊さに。東大、東大もどこだし。6だろ。ああ、なんでもう呪われてんだ。なんでだ。俺の見てくれ。うん、ちょっと見るわ。なんでだ。え、でどう思う、ここ進んだらいいのか。いや、俺は進むね、確実に。これだったら確実に進むぞ。光だ。リアルすぎだろこの光。マジじゃん。あ、光に包まれていく。いや、なんかマジで目の前の景色って感じ。視界って感じするわそれ。思った。え、なんだお前それ。お前2周目ちょっと落ちてくれよ。あのドアの先行って一回も死ななかったわ。俺はドアに落ちたし、うん、その壁の向こうにいる透明人間みたいなのにも殺されたし多分、うん、え、おっさんでかくね。え、でかい。身長高いんだけどさ。
いろんな変化があるなマジで。ずっと変化を見せてくれる、同じ変化が出てこない俺。一回も。何個用意されてんのこの変化。24個あるんだって。え、そうなの？書いてある、お知らせのとこに。大事が見つけてないのが24があるってことでしょ。そうだ。いや、そうだと思うよ。じゃあ俺はもしかして全部見つけて脱出 してトゥルーエンドをありえるよ。させるわけにはいかない、いつか僕が見せてあげる光輝く世界を。え、待って、うん、俺変化わかんなかったけど引き返したら1位だった。知りたいんよ。やっぱ変化あるんだ、なんかが。当たっちまった。何が変わったか知りたいんよ。いや俺趣味ないでしょ。下大丈夫、これ変化なしだろ、頼むよ、頼むから7になって。ああの次6になってくれ。なんで？あと一つなんだよ。たった一つのこと。忘れていたんだ。うわー、ゼロった。引き返すべきだった。引き返すべきだったんだ。結局そういう時引き返そう。お、おー、よ、初めて来た俺これ。全同じポスト。おー。いやもう忘れてる。おー、またポスト。早く出ろっつってるわ。忘れてんのがまた来てるだけなんだろうな、きっと。ワンオッケー。さすが2個だろ、次。はぁ、もうにゃーゼロになったら、もう10秒前のやつ録画して見てみようかな、俺。ゼロと6見間違いてぇなんで。ゼロだ。俺ちょっと思うのがさ、エイト歯科医院のさ、うん、この写真、うん、中の説明のさ、なんか写真の中に誰かいるとかありそうじゃない。何もなし3連続はないよな、多分。わかんないわかんない、下がるわ。お、かけにかった。すげえ。おっさん、変化なし、目ついてこない、いけるよな、もういけるよな、8だろ、8だー。8の後に大丈夫、8見えて、うん、もう一回クリアしないと、もしかしてこれクリアってか、もう一回通らないと。8見て。うん。え、8の向こうに階段ない？ない。8の向こうにもう一個これなんだよ、俺。じゃあ。通路。行く？行こう。ここで下がっちゃいけね。どうなった？
蜂の出口です。南水南水米なり蜂オッケー。いやー、え、大丈夫、全てのやつつけたやん。俺も全てだ。見たんだ。え、でもあの引き返した時あったじゃん、わからんわからんっつって、それだったよ。俺も最後よくわかんないけど引き返しとこうと思ったら解除されて、うわマジでちょっと見てみようぜ、もうまとめたやつ。いや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 、でもさ、これ全ての異変が見つかりましたね、このお知らせの紙が変わる可能性もあるよ。うん、そこまで遊ぼしてくんないか。500円じゃ、500円じゃね。あ、おっさんもらってる。いやー、遊んだな、3時間。ちょっと大事、調べてよ、うんうん、何があれなのか。俺らの気づけなかった1個があるはずだよね。俺らの気づけなかった1個。1、おじさんが笑顔。大丈夫、画面共有してくんね。いや、言うよ。あ、オッケー。画像はない。画像はない。画像っていうか、もうサイトだね。文字。2、おじさんがでかい。あったね。おじさんが早足で近づいてくる。3、うん、あったね。おじさんの顔がバグる。5、おじさんがこちらを見てくる。あったね。6、双子が出てくる。あったね。7、突き当たりの壁から人が出てくる。うん、あったあった。突き当たりの壁？あー、はい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 。あの、透明人間ね。透明人間みたいな。はい、うん。8、8番になる前に出口が出現する。あった、うん、俺だね、それ。9、赤い水が流れてくる。10、うん、電気が消える。で11、電気がチカチカ。うんうんうん、うん、で12、蛍光灯の位置が不規則。螺旋なんかぐちゃぐちゃでなってる。蛍光灯の位置が不規則。あ、ほら上のさ、斜めになってるやつ。あ、オッケーオッケー。あ、13、これ気づかなかったかも。ポスターが少しずつ大きくなる。これは気づかなかったな。カメラの問題じゃなかったの？俺言おうか迷ったんだよ、それ一回。あ、それで近づいた時になんかんーとは思ったんだよ、でもカメラの揺れかなと思ったんだよ、それ、うん、それだったか。あ、でも違うわ、動いてない。こう見た時に周りがなんかアハ体験みたいにでかくなってる感じ。だんだん少しずつ大きくなる。だからあ、前回よりもちょっと大きくなってるってことだな、まあ。あ、そういうこと？うーわー、それちょっと分かんねえな。それはむずい。アルバイ14、アルバイト募集のポスターの顔が変。ああ、おばさんね。え？ 15、 ポスターが不気味に、ああ、あの青い顔みたいなやつね。16、防犯カメラのポスターがついてくる。防犯カメラの、あの一番最後の目のポスターが平行移動してくるやつ。で17、ポスターの目が動く。18、天井の、看板が逆さ。19、看板の裏側が引き返せになっている。20、天井に顔のシミ。あれ顔だったんだ。21、点字ブロックが顔になる。お、22、点字ブロックが増える。あー、あれやん、横になんかこの点字ブロックが落としてるのがあったんや、うん。23、換気口から黒い液体。24、防犯カメラ赤く光る。25、清掃員詰め所のドアが開く。え、24個じゃないの？全部で何個？全部31。31？ うん。26、
分電盤室のドアが消える。で20、ああ2個になってる時だ、うん、27清掃員詰め所のドアノブの位置が中央、28どんどん叩かれる、29、うん、従業員専用のドアで誰かが見ている。ああプリセット、ポスターが全て統一、ああ禁煙のポスターがたくさん、あったね。ああ3時間もかかったのか。うん、かかったな。クリアできてよかった。もうこれで寝れる。もう1週間ぐらいゲームしなくていいや。なんか本当になんでなんでエルデンリングできた。買ったもんね。うん、お前も買いなさいとか言った身分なんだから。言ったな、言ったかもな。そんなまあ頑張れや。ハリーくん。ごめん。まあ頑張れや。何言ってんですか。僕の友達ですよ。あごめん。まあ頑張れや。完璧だったなあれ。あの頃にはもう戻れねえのか。寝ようぜ、今日は。もう行っちまったか。じゃあ、切りまーす。